中日でも勝てる。藤浪最低じゃないじゃん。これどうせ収束する。ラブレディが好きな前が。これマジ？ストッパーブス島のアスレチックスより弱いやろこれ。藤浪の先発復帰があり得るという現実。今日の藤浪のピッチングで褒められる始末。わざと負けてるんやから別に問題はない模様。もう負け数はドラフト関係ないやろ。別に勝つ意味もないし。藤浪少し防御率良くなったやん。でもエンゼルスとアスレチックスどっちが PS に近いかと言われたらアスレチックスだよね。こんなチーム応援して楽しいんか？楽しくないぞ。だから下部組織の AA の方が客入ってる始末。シャーズいけるやん。定期的に破壊と再生を繰り返すチームやからしゃあないけど、かつてのマーリンズほどの成果出しとらんし。12点台ってことは1イニング1点までなら防御率下がるのか。2020の10年で6回 PS で取るんやからマーリンズよりよっぽど成果で取るよ。アパレルが売れるだけのチーム。このチームでならこれでも大事な戦力ということにはなってるのかな。アスレチックス監督藤浪晋太郎のリリーフ登板を評価。監督ちょっとバグってきてるやん。良いチームいったな。移転するまでもうやる気ないんやろ。去年のハムやろ。今後数シーズンはあかんけど、ベガスに本拠地移転するからガラッと変わるやろ。伝説の20連勝再現すれば余裕やんけ。4月に借金15って去年の阪神並みやん。これでよく勝ってるな。AA 見たら18、17とかいうバカ試合やっとってくさ。エースにもこういうのが欲しいんだよ。こんなんでも NPB 来たらぶっちぎりの優勝できるという現実。今年は夏に誰おるんや？ルーカーか？藤浪に文句つけたい気持ちもわかるけど、チーム全体がうんちすぎてそこだけちゃうやろって言いたくなるわ。